シェーン・ブルゴスは、アメリカの男性総合格闘家。ニューヨーク州ブロンクス出身。チームタイガー、シュールマン所属。UFC 世界フェザー級ランキング13位。シェーン・バーゴスとも表記される。初めて UFC を見た時に一目惚れし、タイガー・シュールマンのジムで、総合格闘技を習い始めた。2013年7月23日、プロデビュー戦で一本勝ちを収めた。 2016年12月9日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、ルイス・ヴィエス・アブデュラ・キーモフでチアゴトラ・トールと対戦し、3から0の判定勝ち。2017年4月8日、UFC210 でチャールズ・ローザと対戦し、左フックで TKO 勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。二千十八年一月二十日、u f c 百二十で、 カルビン・ケーターと対戦し、パウンドで TK を負け、敗れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2019年5月4日、UFC ・ファイト・ナイト、ヤーク・インタ・ VS ・カウボーイで、フェザー級ランキング10位のカブス・ワンソンと対戦し、2から1の判定勝ち。2020年6月20日、UFC ・オン・ ESPN ・ブレイズ・ VS ・ボルコフで、 フェザー級ランキング8位のジョシュエメットと対戦し、0から3の判定負け。破れはしたものの、ファイトオブザナイトを受賞した。2021年5月15日、UFC262 でフェザー級ランキング13位のエジソン・バルボーザと対戦し、サガールに右フックでダウンを奪われ、パウンドで TKO 負け。破れはしたものの、ファイトオブザナイトを受賞した。 ありがとうございます。